病みつきで毎日食べたくなっちゃうハムエッグ丼を紹介します。材料を紹介していきます。材料は1人前です。ご飯1杯分、ハム2枚、卵1個、バター 8g、 醤油小さじ2、料理酒小さじ1、砂糖小さじ1、刻み海苔、ネギ、一味唐辛子を用意します。先にタレから準備します。このタレはご飯に合うまじょっぱい味ですよ。調味料は醤油小さじ2、みりん小さじ2、料理酒小さじ1、砂糖小さじ1を入れて混ぜたら完成です。フライパンを用意して油を少量引いたら、重ならないようにハムを並べてください。ハムを並べたら中火にして焼いていきましょう。次は焼いている間に卵の黄身と白身を分けておきましょう。白身を先に投入して少し焼けるのを待ってください。そうしたらタレを回しかけて黄身を中心に入れてください。卵、丼。味の決め手、バターをフライパンの端に入れて溶かしていきましょう。バターが溶けたタレを全体にかけると照りが出て美味しそうに見えますね。ご飯を用意して盛り付けをします。刻み海苔をパラパラかけたらハムエッグをドンと乗せてください。タレも残さずかけようね。味、彩りを考えたらネギが合うと思うよ。お好みで一味唐辛子をかけたら完成です。いただきます。黄身をつぶして食べよっと。うわー、美味しそう。うま。ああ、もう止まりません。チャンネル登録、いいね、お願いします。それじゃあ、またね。